はい、今日はこちらをやっていこうかなと思います。普段ね、私は仕事で使ってるやつなんですが、まあ、ペンキとかついちゃってますけども、皆様ご存知廃校期のインパクトですが、まあ私のやつでね、こんな感じで。でね、今回の問題は現場で、ね、作業しててね、これがもう簡単にもう取れちゃうんですよ。もう気がつくともうこんな風に落ちててね、で蹴られちゃってとんでもないとこにあったりね。新品の頃は良かったんですよ。でも使ってるとね、すぐこう取れちゃうようになっちゃって、こちらもね、この蓋とメインの蓋ともうすぐ取れちゃうと。でこれじゃいかんなということで、ちょっとこれを取れないように改造していこうかなと思っております。まあ中身はこんな感じで、雨にもね負けず、風にも負けず、まあ泥だろうがなんだろうがところ構わず仕事してるのでボロボロですが、でまずは中身を出しちゃいましょう。はい、空っぽにしてきました。ではまずね、こちらをやっていこうかと。でここにこうはまってるので、ここにね、このロックタイトなんか、これをここに巻きつけてしまおうかなと思います。で巻きつけるにもね、こうね、ちょうどここにちょうどこうかけるところがこうないので、ここに穴を開けてしまおうかと思います。まあこれが入る分くらいのね、まあ4ミリくらいですかの穴をここに開けてあげて、ここをぐるっと巻いてあげるといいのではないかなと。まあちょっとここは当たるかもしれない、ちょっとやってみてですね。でこのケーブル帯が 3.5 ミリくらいなので、4ミリくらいの穴開けてあげて、でね、4ミリくらいの穴を、このインパクト便利ですよ。このチャックつけるとね、いくらでも穴開けれるので。でここに貫通させてあげます。そしたらこれが入るはずなので、でこれでちょっと閉まるか確認を、こっちは問題ないです。でこっち側の蓋が当たるかどうか、ちょっと当たりますね。当たりますけども、まあ、そうさほどちょっと口が開くくらいなんでいいんじゃないでしょうか。でちょっと仮に閉めてみましょう。どうなるか、仮にこのぐらいで閉めてみて、で切ってみましょう。まあ、ちょっとここ当たってちょっと開きますね。まあ、気になる場合はまあこれカッターで削っちゃって減らしちゃえばいいのかなと。でまあこちらもまあロックはできるし、こっちもとりあえずぶつからないようなので、ちょっとここ当たりますけど閉めちゃえばもうこのまま密着しちゃうのでいいんじゃないでしょうか。反対側もやってみましょう。今度逆に行ってみますか。こっちから入れて、こっち側で止まるようにしてみます。ここ当たるのはね、まあ同じなんで、それは良しとして、あとこっち閉めて当たるかどうか、いいみたいですね。こんな感じでここにいますので、こっちの方が収まりいいですね。じゃあこっちのパターンの方がいいのでこっちにしましょう。改めてまずここに穴を開けて、ここの間にタイラップを通して、この状態にしてあげると、キーキーうるさいですね。こういう時はね、ここにグリスを塗ってあげると。湯煎のね、あのグリスですとプラとかダメージ受けたりするので、こんなのがいいですよ。シリコン、こんなのを塗ってやると。でこれもね、あの使ってるとずれてきたりしますので、時折こう真ん中に来るようにしてあげるといいです。そうすると
はい、キーキーはならなくなります。で続きいきますね。で下からこう入れてきて、こっちで閉じてあげて、あまりねきつく締めなくても、軽く締まったくらいでもこれ以上緩まなければいいので、あまり締めるとねこれ効いちゃうんでね、その辺は加減して、でこちらのロックは完成です。これでもう取れることはないでしょう。これで快適にいけますよ。でこっちよりもこっちの方がめっちゃ弱いんですよ。ではこちらをいってみましょう。こっちはもうガタガタでもすぐ触っただけでも簡単に取れちゃいますよ。でここにちょっとスペースがあるので、ここちょっと削るようにしてあげますか。そうしましょう。ここにちょっとドリル当てて削っちゃいましょう。でこれ2本かけますかね。もしくは今ねここに入れようと思ったんですけど、ここの隙間がねちょっと狭くて入らないので、一回り下のこんなのだと、まあ、ちょうど入ると思いますので、まあ、こっちとちょっとこれでやってみますか。こっちも裏側にいた方がいいと思われるので、こちらから入れて、でまた下で殺してあげると。ただちょっと細いんでね、これだとね耐久性ないかもしれませんね。ですのでこっち使うよりもちょっと太い方を使った方が良いかと思いますので、こちらはちょっとこの穴を拡大します。こんな感じですぐできるんでね。でこれつけてやった方がいいですよ。つけないとほらこれこう逃げたがるの でつけちゃえばほらこのシャフトに当たって逃げなくなるので、開けやすいと思います。こんな感じで、でまた同じくこちらを刺してあげて、でこっちで閉じてあげると、するとどこにも当たらず。でこれちょっと耐久性弱そうなので、こっちはやめときます。一応やってみたみたいな感じで、これは取っちゃって、でこっちもカット、でここまだ大きくしてなかったのでちょっと大きくしてあげて、してあげてここで殺してあげると。おお、硬い硬い、効いてる感じがします。これでもしばらくはもう大丈夫でしょう。でまあ適当にお好みの位置に寄せておいて、でカット、これでバッチリでしょ。ああいい感じですね。で反対側も、こっちはもう下穴開いてるので、まずこのくらいの150のタイプ使うんでしたら、これ 3.5 ミリくらいの幅なんで、4ミリくらいのドリルでまずドンドンって、これくっつけた状態でドンドンって、こっちもドンドンって開けてあげて、でこっちから上から刺してあげて、でこの中に頭を入れてあげて、そしたらこれをここに通してあげると、こっちもしっかり通してあげますよと。であとはいい加減に位置調整して、締めてあげると、動かしながらねやるとこの硬さが分かるので、あんま締めると硬くなっちゃうんで、硬くなるということは中のシャフトの減りが早くなりますんでね、まあいいところまでいったらあとはカット、一丁上がりです。でもう取れることもありません。で現場で蹴飛ばされてなくなることもなくなるでしょう。こちらもしっかりついたので、ね、新品買ってもね結局少し使ってるとすぐ弱くなっちゃうんで、もう大変だったんですよ。ですけどまあこんな細工をすればまだまだこの箱も頑張ってもらえるでしょう。うん、バッチリですね。こんな感じでねつけた跡が見えております。でもまあどこにも干渉してないんで、ただねこのね厚さだけはちょっと
締まりは悪いですけども、まあ、締めちゃえば、まあ、気になるんでしたらね、あのここの上のとこ、この幅分みんな削ってあげれば締まりは良くなると思いますが、まあそこまでしなくてもいいと思いますね。ロックしちゃえばここ閉まっちゃうんで別に問題はないかなと思います。まあ、こちらはねもう全く問題なく取れることはないので、今日はこんな私のマイ工具のインパクトの箱の留め具の取り留めみたいなのをやってみました。まあ、何かありましたらね、あのコメント欄の方へ書いていただけると嬉しいです。グッドボタンとかね、チャンネル登録とかもしてもらえると助かります。ではまた。